探偵物語は赤川二郎の小説。この小説を原作として1983年に公開された日本映画と1984年に TBS 系列で放送されたテレビドラマ、2018年にテレビ朝日で放送されたテレビドラマについても述べる。なお、この映画には松田優作が出演しているが、松田主演のテレビドラマ、 探偵物語とは別の作品である。薬師丸ひろ子の主演映画第3作。アイドル絶頂期に大学受験で休業していた薬師丸の復帰作である。赤川二郎の原作は初手から薬師丸を当て込んで書かれたもの。相手役である松田優作との身長差30センチや、 当時の青春派アイドル女優としては極めて異例であるディープキスシーンなどで話題を呼んだ。音楽を担当した加藤和彦は監督の仕事ぶりには自分と近いものがあるとし、この作品も特に終盤の15分間はフランス映画のようで圧巻の出来と評している。同時上映は時をかける少女。28億円の配給収入は1983年の 邦画で2位となった。工業収入は51億円。お嬢様女子大生のナオミとボディガード嫌韓師役の私立探偵、辻山が殺人事件に巻き込まれ、探偵ごっこからやがて淡いラブストーリーへ。ナオミの主な関係者、周一の主な関係者組の人たちその他前作、セーラー服と、 期間中の大阪での舞台挨拶で人が集まりすぎて上映中止になったことを踏まえ多くの人が集まっても問題の起こらない野球場を使用して探偵物語のキャンペーンを実施した大阪は1983年6月25日大阪球場薬師丸率いる野球チームのヒロコーズが草野球をし持ち歌3曲を披露する ミニコンサートも行われた。背番号8940をつけた薬師丸は1人具限定で、投手として守り、準不動で、バッターボックスにも立った。全国7カ所で行われた試合の相手チームは、ジャパンアクションクラブ、毎日放送アナウンサーズ吉本工業チーム、西鉄ライオンズ OB、地元マスコミチームなど。薬師丸の休養後のカムバック策で、 大ヒットは、間違いなく、東映と東宝の激しい配給権争いが、映画関係者の間で話題を呼んだが、セーラー服と、機関銃の配給実績が買われ、東映になった。ブルーレイ、DVD 書き以外にも、松田優作 DVD ボックス等に収録されている。サウンドトラック書籍1984年1月8日から1月29日まで、 TBS 系列の日曜ファミリードラマ枠で毎週日曜日20時20時54分に放送された日本のテレビドラマ。全4話。主演は渡辺のり子。キャストスタッフ2018年4月8日、テレビ朝日の日曜プライム枠の第一弾作品として放送された日本のテレビドラマ。主演は斉藤匠と二階堂ふみ。 キャストスタッフ探偵物語に関するカテゴリー。探偵物語に関するカテゴリー。ありがとうございます。